こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、暗号通貨非常に興味があってチャンスがあるんじゃないかなと思って私もリサーチしていたんですけども、まあ、暗号通貨の世界で最も有名な人っていうのは残念ながらですね、勉強をできるようなインフルエンサーとかではなくて、どっちかっていうとね、学者でも研究者でも開発者でもなくて、まあなんかどうなんかなっていう人ですよね。あえて言葉にはしませんけども、あれですよね、ヤマピーっていう感じですか、言ってみれば。でたまたまね、こういうサイトに出会ったんですよ。集団訴訟に向けて泉正についてノアコイン紹介、パロテノンコース、仮想通貨バンク等販売って書いてますね。で請求額が右の方に出てますけども、35億円で700名以上の方がこういうふうにね、立ち上げられているということでございます。私の感想を特に言うこともなくつらつらと読んでいきます。泉正、ノアコイン、パルテノンコース、仮想通貨バンク等の概要ということです。泉正はこれまで情報商材、仮想通貨など数々のプロジェクトを立ち上げており、多数の案件に対しまとまりが立ち上がってます。今回泉正に対する集団訴訟として複数のプロジェクトをまとめました。案件、パルテノンコース、仮想通貨バンク、ノアコイン、ワウビットコイン投資、オーキッド、他ということで、どれもこれも一発でこれは嘘だろうと思えるようなものばかりですけども、そう思わない方がいるわけですよね。で情報の受け取り方はそれぞれなんで、これに引っかかっちゃった方をね、同情するでも別にね、ないがしろにするわけでもないですよ。それはね、いろんなものを信じながら私たちは生きてますし、失敗もあるわけなんですよ。問題があるとすれば、余剰資金を超えたトライをしてしまったことかなと思いますし、その投資ってのは、投資を行う先が言ってみればね、インチキをしてるってことも考えながら、それも詐欺に遭うのも投資の一部と思ってやるぐらい腹くくっていかないと、本当にね、わけのわかんない人がいっぱい出てきますし、むしろ信用するから詐欺られるわけですよね。だからどこまでも警戒しながら、もう微対値も払わないぐらいの気持ちも大事だと思いますね。変に知ったかぶりすると、いやこういう案件はね、50万100万かかるの当たり前なんですよって言ったら、そうですよねみたいな感じで知ったかぶりしちゃう人はね、本当にポンと払っちゃうんですけども、いやこれだけの情報で判断しろって言うんですか、もっとあんた営業マンだったらきちんと紹介できないんですかぐらいのこと突っ込んでもいいですからね。いや30万いくのに納得できないですよと、あなたの説明じゃみたいなこと言うわけですよ。だから案件がいい悪いじゃなくて、案件を伝えるあなたのやり方が悪いから分かりにくいですってことで、もっともっとね突っ込んでいって、それを大らかに話すことによって、周りの人にも冷静に考える判断する時間を与えた方がいいのかなと思いますよね。だから本当にいいもんだったら、どこまで否定されてもその矛盾点というのは全部解読できるわけなんですけども、むしろね、質問がしにくい状態にしてるってところがミソなんですよね。この会場に来てらっしゃる方はもうお分かりだと思いますがみたいな前置詞使うでしょ、あんないい加減なことはないですよ。だって投資でうまくいってないから、最後の頼みとして暗号通貨に来てるわけなんですよね、こう先ほどの案件みたいなのに。だから基本的にはずっとダメダメだった人に、なんであなたたちがダメだったのか、それは私の話を聞いてるからですみたいなことね、一発かますくらいじゃないといけないのに、私に任せてくれれば大丈夫ですみたいなこと言うわけでしょ、どなたか知りませんけどもね。何でしょうかね。はい、感想が書いてますね。仮想通貨バイブル、パルテノンコース、 AI ソフトの被害者です。登録手続きの仕方を教えてください。騙す方も騙す方だが、騙される方も騙される方だ。そんなうまい話世の中あるわけないし、それで儲かるならみんな会社員なんてやらない、ここに被害額ですかね、出てますね。大切なお金です、返してください、ね、大切なお金だから返さないでしょうね、ノアコイン、サンクチ、仮想通貨バンク、ワウビット、プレコイン、仮想通貨バンクだけ許せない、せめて金返してよと、いろいろありますね。これでも騙した方はのうのうと生きてきて、やられた方は我慢して生きていくって形になるんですかね。まあ泉正さんがどうかっていうのはなかなか私からも判断しにくいところですし、まあ容疑者無罪の推定の原則がありますんで、有罪が確定するまではね、この人はインチキをしてますっていうのは言えませんけども、ただ私の中ではね、泉正信用してはならない人、特にお金を払ってはいけない人というふうに思ってます。皆さんはどのようにお感じでしょうか。では、いってらっしゃい。